とりあえず怪物の姿はなさそうだな。このロープレマップ現象は町の様子とロープレマップ現象の範囲、我が輩の腹に住み着く魔界の虫どもが暴れ回っておる。イルカさんどうした？いや、向こうから。あなたは一体。まあまあ可愛らしい坊やね。そんなに固くならない。あなたたちはあの陰獣ベロベロスを倒すために現れた勇者様たちなの。ベロベロスとはあの。え、そうよ、あれがベロベロス。ねえみんな、彼女の格好に見覚えはない？それに、覚えてるよ。同じシンクロダイブでボツ。おお、そうだった。道理で妙なシン。しかし見事なまでの再現度だね。何より素材が素晴らしい。よし、君を我がジャッジメント。コスプレなんて言われるとは心外だわ。ならばこの問題に答えられるかい？これは公式には発表し、エロリーの好きな果物は1メロン、2バナナ。正解は2番。でもただのバナナじゃ私は満足できないわ。硬くって青臭くって。正解だ。じゃあエロリーの必殺技を見せてもらおうか。
これはゲームの方には実装で必殺技二つあるけど、むきゅー、私転んでしまいました。あ、間違いない、それはエロリーの必殺技。唐突に転んでセクシーポーズを。どうやら君は本物のエロリー乳乳で間違いないようだ。自分がちょ、終わり。そんな簡単に信じちゃっていいわけ？ゲームキャラが現実に現れ、それを言ったらこの浅草の街から出られない状況だって普通とは。そうよ、つまらないことを言ってせっかく盛り上がっている私。エロリー、あなたのデザインにはほんと苦労させられたのよ。はい、おかげで私こんな。エロリーちゃん、おっぱいすごい。120センチのアイカップ、興味あります。ちょっとちょっと、あまりに態度が違いすぎない？どうして私にだ。浅野、そこのところは仕方ないんだよね。エロだから胸の小さい女性を軽蔑する性格にしちゃったんだよね。あ、たの、うぅ、やるな、浅野。だが、それ式で俺を昇天、この俺を昇天させたいのなら、せめてエロリーレベルの爆乳になって。あんなことやこう、この変態が。それ以上言うなら、その口を二度と開け。でもでも、言うのはわかるけど、どうして夏美まで大丈夫なのよ。浅野、あなたと一緒にされるなんて心外だわ。それにエロリーのキャラデザをやったのは私、いわば彼女の生みの親。くっ、なんか、まあまあ浅野、胸の大きさだけが全てじゃないぞ、世の中に。いや、かましい。でもエロリー登場のおかげではっきりしたな。どうやらこの閉鎖されたアスならば、このゲーム的な展開を前向きに楽しんでしまう。そもそもとして隣獣ベロベロスを倒せるのは、いや、もちろん賛成だ。正解。我が輩は前々からこう言った。はいはい、言うのも頑張ります。みんな、そこの胸しかないような NPC は気に食わないけど、ベロベロスをどうにかするのは賛成よ。ベロベロス、あまりの出来栄えに私自らボツにした敵キャラよ。そのどの道、私が生みの親であることに変わりはないわね。わかりました、僕も精一杯。よし、ならば予定通り一度基地へ戻るとしよう。古いデータや資料を漁って。伝説の勇者様と一緒だなんて、わー。私なんだか興奮して胸。よし、そういうこと。触るな、さっさと歩け。出た、エロリーの第二の必殺技。違うの、エロリーは
白くてトロトロした食べ物を顔や胸元にこぼしてしまう。まあ見ていたまえ。おお、あの違うの、これはあれじゃないのよ。でもあれみたいに熱くて出たなんか変。拭いとけ。我が輩が前に待ちてもらったティッシュだ。ちょっと、なんなのよその態度は。人が死ぬほど恥ずかしいよ。ちょっとぐらい盛り上がりなさい。無駄な努力ですね。あなたの洗濯板ごときの胸で、せめてそちらの方ぐらいの胸。よくわかんないけど、ユウノも同じことすればやらんでいい。っていうか、やっ、こんな胸だけが取り柄の NPC は放っておいて。浅野、流行る気持ちはわかるが、ちょっと待て。何のために基地に戻ってきたと。古いデータや資料を見返してベロベロスの弱点なんか。ああ、言い忘れてたけど、ベロベロスが現れるのは夜。なるほどね。だったらなおさら夜になるまでと言っても、ボスになったキャラだから資料。そもそもどう。簡単な理由よ。変態に言われた通りにリテイクを繰り返していったら、あんなのが実体化しているのかと思うと身の毛がよだつわ。この世界、今更なんですけど、まあ難しいことを考えるのはやめにしないかい。ここがどんな世界であれ、ベロベロスを倒してしまえば、この不可解な現象も終わるかもしれないし。午後からの行動を決めようか。俺とイルカ、それから夏美は。で、作ったのはだいぶ前だから探すのも大変だと思うが、 PC やサーバーにはまだデータも残ってるだ。私は何をエロリーはゲームキャラ具現化の貴重なサンプルだから。わかりました。ではそうしますね。みなさん、おお、あの伝説のムニュムニュオか。お願いせん。夏美、変態のこと見張っといて。その NPC。 わかったわ。私も自分がデザインしたキャ、あのムニュ、あら坊や、ムニュ、私もこのバストで頭を挟んでムニュムニュっと前。あまりの気持ちよさに大興奮、昇天してし、いえ、遠慮しておきます。あら、そう。ねえセコイさん、ユーノたち。ああ、レイジ君、浅野、ユーノの3人はエロリーの話じゃ、昼間はベロベロスも現れないらしいし。そうね、このまま基地に残ってたって私たちにはやることもないし。はーい、わかりました。すみません、誰かいません？これじゃお買い物。
お金とメモだけ置いとけば問題ない。そうですね。人がいるコンビニを探す方が大変そうですし。これだけあれば足ります。まだよ。肝心なものを忘れてるわ。浅野さん、こんなに飲むんで。当たり前よ。っていうか、飲まなきゃ。さっきはあの無駄乳 NPC のせいで、とんだ恥をかいたわ。浅野さんの魅力は僕が分かってます。うん、例えば。その浅野さんってすごい努力家じゃないですか。あんたね、一言余計なのよ。いつもより痛いでしょ。当然よ。すみ分かればいいのよ。で、他にはない。どうなのよ、他にもあるわよね。それともな。お姉ちゃん、レイジ君。お、はい、今行きます。ほう、なかなかうまいじゃないか。ピンポーン、大正解。黄金カレーとマルコフ。浅野が作るって聞いた時は正直心配だったけど。当たり前でしょ、カレーぐらい。我が輩、カレーは辛口型が、これは決して悪くない。はあ、カレーを食べたら体がほてってきちゃったわ。おお、これは。ちょっとあんた、何いきなり脱いでんのよ。まあ、なぜ怒っているの。あなたの体じゃ。うわっ、エロリーやめなさい。こんなところで脱ぐなんて、海の。いやー、やめて。卑猥な声を出すんじゃない。さ、いつまでものんびり夕食タイムってわけにはいかないわ。それがね、何分ずいぶんと前のことだしね。我が輩が前に使っていた PC のハードディスク内を捜索すること数時間。おお、それでどんなこと。もったいぶらないでさっさと。皆の者、特と。ベロベロス、本当の名前はベロール・ベロベロッサ・シュテルクスとよ。生まれながらに高い魔力を持っていたベロール王子だが、正当な王妃の息子ではなかった。彼の母親はシュテルクスト3世の側室。彼女はかつて北の地
カルテツオーネの魔女と恐れられ、魔導戦争においてエーデルシュタイン騎士団と戦いを繰り広げた。そんな魔女を母に持つベロール王子は、正規である義理の母とその側近の魔導士バンスにより暗黒世界シュバルツハイデーと。そこでベロール王子を待っ、ちょっと待ってください。そういった深い裏設定はいいですから、なんかこう他に役に立ちそうな情報はないんですレイジ、あいにくそのあたりは我が輩の感覚。そうだったっけ、この役立たずの変態が。あんた、エロリー、君は何か知らないかい。 NPC として重要なセリフ。あら、お疲れのようね。ムニュム、作り手が作り手なら NPC も似たようなもんね。ムほら、自分の胸が小さいからって私をひがまないでくれます。な、私は別に。はいはい、せめてムニュムニュの一つぐらいできるようにな。ムニュムニュぐらい私にだってできるわよ。いくら寄せて集めたところ、確かに今は無理かもしれないけど、でも1ヶ月後には分かんないわよ。今日から。お姉ちゃん、牛乳なら中学の時からずっと飲んでるよね。でも胸じゃなくて背がぐんぐん伸びちゃって、ついたあだ名言うの。まあまあ、それぐらいにしたらどうだい。今はベロベロス攻略。実は俺なりにいろいろと考えてみたんだけどね、そんなに恐れる。最終的にボツにしたぐらいだから、ストーリー進行には関わらない雑魚キャラだったわけだし、多分なんだけど。というわけで今晩ベロベロス討伐作戦を実行し。今夜いきなり。大丈夫大丈夫、いざとなったら走って逃げればいいだ。